種まきジャーナル、今日の特集です。今日のテーマは脳性学者が見たチェルノブイリの現実です。近藤さん、はい、今福島で農業をやってらっしゃる方が、うん、まあ、いかに大変なことになってるかっていうことはね、うん、私らも想像ある程度はできるわけですけども、うん、そういう皆さんと一緒に、うん、こう農業の経営を研究して戦ってらっしゃる学者も現場にはいらっしゃるんですよね。今日はそんなお一人、福島大学准教授小山亮太さんとお電話をつながせていただきます。小山先生、はじめまして。どうも、はじめまして。水野と申します。よろしくお願いします。毎日新聞の近藤と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小山さんはですね、農業の経営ということを福島でずっと研究なさってるわけですけど、はい、地元の農家の方たちとお話しなさることももちろんいろいろおありやと思うんですね。はい、3月11日以降どんな声を今聞いていらっしゃいますか？ですね、まあ、今回、はい、まあ、3月11日で12日から、まあ、原子力災害見舞われてるわけですけど、はい、農地の汚染マップだとかですね、から安全検査っていうのが、まあ、穴がだらけの安全検査っていうのと、穴だらけだと、はい、そうですね、まあ、サンプル検査なので、うん、まあ、ずっと続けてるんで、まあ、なんとかこう復興復旧に向けてって頑張ってるんですけど、もう毎月のように地産地消を超えるような品目が、はい、そうですね、発表されて、まあ、実際なんか、まあ、そういうものが出てるようなところで、まあ、農業を続けてるっていうことなので、はい、やっぱりきっちりとその汚染マップ作ってですね、作って可能なところと難しいところっていうのを区分するっていうのを、もう現地の農家は望んでます。なるほど。農家の方で自ら命を絶たれた方もいらしたわけですし、そうです ね、 ねえ、もう土地を離れざるを得ないっていう方もいらっしゃるんでしょう。うん、そうですね、うん、だから結局今後の目処がきっちり立てば、例えば他の、近郊の町に移って農業やるだとかですね、いろんな選択もできるんですけど、何のこう方向性も、まあ、除染するとしか言ってないんで、うん、ない中でもうすごく困惑している状態が続いています。で、小山さんはこの秋にですね、福島のさまざまな方たち30人ほどで、はい、チェルノブイリに調査に行かれたと聞いてますけれど。はい、チェルノブイリ原発事故があったウクライナとベラルーシに、はいはい、調査に行きました。ね、事故があって25年経つわけですけど、はい、どんな思いで現地を訪れはりましたですか？やっぱ具体的にこの25年間かけて、まあ、どこまで復興できるのか、それから食品の安全検査だとか、うん、農業だとかっていうのはどうやってできるのかっていうのを、まあ、文献等ではあるんですけど、実際に現地の農家の方とか流通されている方とかにお話を聞いてみたいということで、参加しました。現地の方々の生活ぶりご覧になっていろんな発見があったと思いますけども、はい、具体的にどんなことでしたでしょう？やっぱり一番はやっぱり除染をウクライナのベラルーシにしてないっていうことなんですよね。除染をしていない？そうですね、はあ、農地だとか森林っていうのは、まあ、一回も除染してないということで。農地や森林一回も除染してない？はい、そうです。そんなんあかんやないですかと思いますが、違いますか？ですね、はい、まあ、放射能の汚染の度合いが高い地域、例えばプルトニウムだとか、うん、ストロンチウムでもう汚染されているところは、まあ、立ち入り禁止ゾーンということで、まあ、現地の78万ヘクタールがもう立ち入り禁止ゾーンになってますから。78万ヘクタールということで どれぐらい広いんですかそれ？まあ、日本の農地だと大体 17% ぐらい占めるんで、面積的に言うとそうですね、もう日本の全農地全体の2割弱？そうですね、が、まあ、汚染度合いが日本とね向こうは違うっていうのはあるんですけど、はあ、まあ、だからもう難しいところはもう確定してしまって、そうじゃないところは除染せずにその農産物に吸収しないような農業のやり方っていうのを考える、
ていうのが、まあ、現地の取り組みでしたね。これ小山さん、あの、土地は誰のものなんですか？これあのこっちはあの社会主義国なんで、旧、うん、そもそも国有地なんですよね。で家屋も含めてですね、あの、はあはあ、有財産がないので、うん、あの例えば農地移転させるとか避難させるって言っても賠償の問題がないんですよ、うん、ウクライナとベラルーシの場合は。だそこがやっぱり日本とは大きく違うと思うんですけど、そこと除染せずっていうのは何か関係ありますか？どういうことですか？まずその除染せずっていうのは基本的にやっぱりコストが相当かかると、うん、まあ、面積も広いですから。で除染をして、まあそもそも濃度が高いところっていうのはまあ除染しないで、うん、まあ、国立公園にしてるわけですけど、うん、まあ、あの隔離してしまうと、うん、で濃度が中程度のところは、まあ、単純に言うとですね、食用以外の農産物を植えると、うん、で濃度が低いところは、まあ、工夫をして土壌改良とかですね、ああのできるだけその農産物に移行しないような農業のやり方を、うん、やるということで、うん、まあ、作物を何につけるかとかですね、そういうのも、もう国の方でかなり体系立てて調べてですね、あの農家に対して情報提供するっていうやり方をしてます。あの除染そのものの有効性みたいなことに対して疑問を抱いてるとかそういうことはないんですか？除染そのものの有効性も、例えば農地に関しては、うん、除染してしまうと、まあ、向こうはあの表土もあの薄いので、はあ、除染してしまうと、まあ、農地として使えないっていって、日本とはちょっと条件違う部分もあるんですけど、はあはあ、結局除染した後っていうのは、まあ単なる大地になってしまうということで、まあそういうのもあって除染せずに移行率を下げるような農業のやり方っていうのをまずっと試行してきたということです。つまりあれですね、除染をしたからといってどんなにお金をつぎ込んでも、その人が食べるための農作物が作れるかというと、ここは難しいということで、そこはもう諦めたっていうことですね。濃度が高いところはですね、そういう意味でもきっちりその各州ごとのですね、はい、汚染マップを、まあ、全域でちゃんと国が作って、で、まあ、ゾーニングをまずするっていうのが大前提ですね。ゾーニングっていうのはもう小さいエリアで、ここは何を作っていい、ここは何を作っちゃダメっていうのを全部もう区分けをしていくってことですか？そうですね。まあ、まず大きいのは、まあ、ここ居住もできない、でこっちは居住もできる、はい、で居住できるところで農業やっていい、やっていい場合は、うん、食用の農産物はダメだよ、食用の農産物作ってもいいよと、うん、まあ、こういう、まあ、向こうでパスポートって言ってたんですけど、うん、4年ごとにその農地で何を作っていいかっていうのをまあ更新していくっていう、まあ、そういう認証制度を作ってました、うん、そのかなり状況が違うっていうのはよく分かったんですけども、はい、それでもあの福島にこういうシステムは導入した方がいいっていうのはあるわけでしょ？あのやっぱこの農地で何を作付けしていいか、はあ、この土壌分析、あの放射性物質も含めてですね、あの農地1枚ずつの汚染マップで作付けマップっていうのを作る必要があると思います。これがないから同じ水田でも、うん、まあ例えば500ベクレル超える田んぼの隣ではもう10ベクレルぐらいっていうのを実際福島でありますんで、だから今みたいにこうできたものを検査するってだけじゃなくて、作る前にあの検査するって体制を作っておくと、かなりその食品検査のですね、あの精度が上がると思います、同じサンプルでも。今はね、あのどうしてもこう同心円的な考え方がまだまだありますが、もうそういうもんじゃなくて、もこの畑、そして隣の畑ってもっと小さい単位で考えなあかんわけですよね。そうですね、もう実際汚染度合いも田んぼ1枚ずつ違いますし、移行するあの要するに地質だとかですね、はい、水、あの水田に水の入り方だとか、うん、山に囲まれてるかでよって、その米に移行する割合っていうのは全然違うんですよね。そんな違うんですか？まあ、今回もあの500超えた農地っていうのはもう土壌分析すると2000ベクレルとか、そんな高くないところでも超えてるし、はい、一方で結構5000ベクレルぐらいの汚染度のところでも、米には20ベクレルぐらいしか移行してないとかですね、もう農地ごとで全然違うので、
やっぱそういうデータベースを作るっていう必要はあると思いますね。近藤さん、はい、これ細かく作ろう思ったら変な話ですけど、だいぶお金がいるんじゃないんですか。うん、いるんだけど、結局やっぱりその細かく対応していくことしか農産地っていうのは生き延びる手立てがないっていうことですよね。そうですね。だからまず大きく網かける部分には、うんうん、例えばもう宅付けも難しいとかですね、はい、そういうのも空間線量でもかなり高く出てますし、うん、まあその代表的なところを土壌分析するっていうことでも大きなローニングはまず可能だと思います、うん、で、まあ、宅付け可能なところは、うん、あのもう地域の住民で、まあ、福島ではもういくつかの地域でやってるんですけど、田んぼ1枚ずつまず空間線量測ってみると、うん、それからやっぱりあの放射性物質吸いやすい農地っていうのは山に囲まれてたり、うん、その沢の水が直接入るとかですね、うん、もう大体場所が分かってきてるので、で、あと地質も砂地だと吸いやすいだとかですね、うん、でそういうところをもう地域の中で、うん、まあ、マップに落としていくと、うん、でそういうところを重点的にサンプル検査するっていうのが、うん、まあ、現実的には合理的なんじゃないかなと思ってます、うん。